はい、おはようございます。担当の人です。はい、岡崎も7つ目ぐらいになったのかな。はい、ここは藤川家でございます。あ、少々お子様 の声が入ってみました。申し訳ございません。はい、こんな感じですかね。 あっちもこんな感じですかね。あとは、周辺施設はこんな感じでしょうかね。紫感があるくらいですかね。はい、こんな感じです。藤川宿を江戸と呼ばれていますね、この辺りは。あと飯屋はどこにもなそうですね。まあとにかくどっか探して飯を食って体力を回復しましょう。米屋、ゼニヤ、いや、獣王堂とか紫部とかすごいこと書いてますね。本当に宿があったんですよね。ありがたい、エレベーター完備の場所なんてありがたいね。で、ここも駅としては小さな駅ですが、設備は整っております。素晴らしく整っております。では、そろそろ秘密にしましょうかね。どこにあるんだ、地域交流紫館の中にあるのかな、それともこの近くにあるのかな。まあ分かりませんが、とにかく秘密にしましょう。周辺施設はこんなもんでしょうかね。あとはこの辺りは観光 の設備が集中しているみたいですね。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。